いいじゃんいいじゃん。子供たちの世話をするのは縁もゆかりもない大学生。若者が子育て家庭に一日滞在し、リアルな生活を体験する家族留学という取り組みです。こんにちは。こんにちは。お願いします。よろしくお願いします。家族留学に参加したのは近畿大学3年の船越天翔さん。他のお子さん持ってる家庭がどんな風に育休とか取って働いてとかやってるんかなって気になって、聞きたいこととか NG ないんで聞いてもらえればと思います。迎えるのは大阪市に住む藤枝奈々さん、寛治さん一家です。高いのお金きついですよね。天翔と遊びたい。天翔と遊びたい。3歳のリヒト君はブロック遊びがマイブーム。早速船越さんは誘われましたが、兄ちゃんなレゴやったことないよ。レゴどうやって遊ぶの教えてくれ。おやつ作りを手伝うものの、こうしていた、あ、違うそんな、僕いいの、違う牛乳全部開いちゃう、それ。そう子供にじっくり接するのは初めて。予測できない動きに悪戦苦闘します。1歳になったばかり、妹のミラちゃんは緊張してる。人見知りをしたのか、ご機嫌斜めの様子。泣いている姿を眺めることしかできませんでした。ピザ作る人。4人家族で育った船越さん、結婚や子育ての大変さ、自分が育った家族の形しか知らないことに不安を感じ参加しました。うちの家はお父さんが怒る役でお母さんが慰める役みたいな感じで、ちゃんと役割分担された。その自分の家庭の当たり前と、なんか他の家庭の当たり前が違うなって、なんかずれ感じ始めてきて。去年の合計特殊出生率が 1.20 と過去最低を更新するなど、少子化が加速しています。令和の若者たちは時代の変化に伴い様々な悩みを抱えているようで、ハードルが高いなとは感じますね。その結婚子育てっていうのがやっぱお金がかかるもんっていう認識があるんで、女性って子供を産んだらちょっと間休まなきゃいけなかったりとか、バランスがうまく取れるのか。今まで専業主婦の人とかが多かったじゃないですか、私たちの親の世代とかは。だけど今は共働きが当たり前だからみたいな。気軽に相談できる場にしてほしいと始めた家族留学には、これまでに700人以上が参加しました。結婚とか子育てといった家族形成について学ぶ機会が少ないって、やっぱりプライベートなこととされてしまうんで、友達とか知り合いの中でもちょっと聞きづらいみたいなところもあって、第三者の声を聞きたい。おいしそう。船越さんも一緒に食卓を囲みます。二人とも育休を取った藤枝さんに、気になっていた仕事と子育ての両立について尋ねてみました。夜泣きとかあると思うんですけど、寝れてるんですか？生まれて最初の3ヶ月とかはマジで大変です。そこの期間だけは育休は取った方がいい。3ヶ月ぐらいは最低3ヶ月は取った方がいいよ。半年が理想かも。一人目の時は里帰りしてるプラス2人ともおるから、もうフルコースすぎて、なんか多分自分らはめっちゃ余裕 あるような感じだったような気がしますね。体験も終盤に差し掛かる頃、船越さんにあるチャレンジが。おむつ変える？おむつ。間違いとかしたことは？お尻。ないです。将来の子育てのため奮闘します。
で、いいよ、普通にパンツみたいに履かせて、イエーイ、できた、オッケー。初めは泣いていたミラちゃんとも仲良くなれました。一つの家族の形を知ることで理想の家族のイメージができたといいます。なんか自分の家族じゃない家族のテンプレじゃないけど、そういう例も知ることができて、すごいいい機会になりました。ビッグ級も取るなら1年取りたいし、ちっちゃい時にできるだけ長く一緒にいてあげられたらなみたいな。体験してみるって大事だな。踏んでるよ、服。あ、踏んでるわ。家族の形は様々。家族留学を通じて若者たちの将来に明るい兆しが見えるかもしれません。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報ネットです。